僕もほら前、殺害予告を受けたことあったじゃないですか。昔、殺害予告を受けて。でね、殺害予告だから一応ね、別に自分で調べるけど、警察に届けようと思って届けに行ったんです。そしたらさ、なんて言われたと思います？びっくりですよ。いや、警察でなんかこの申請して、どっから発信したかっていうのを調べると、ちょっと時間かかるから、自分でやってもらった方が早いっすよって言われたんですよ。アホかと思ったんですよね、そう。で、アホじゃない？だって。で、だってさ、こっちさ、殺害予告出てるんで、ちょっとこれ怖いんでって届けに行ったら、自分で犯人の発信場所特定した方が早いと思いますって言うんですよ。うん。何のために税金払ってるんだって話ですよね。うん。いや、金返すですよ、マジで。うん。でもそんなもんです、警察って。助けてくんないですよ、結局。うん。切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと、僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のも忘れなく。それでは、バイバイ。